はい、今日はね、アキアカネがいないかなと思って田舎にやってまいりました。田んぼとかあるところかな、山があって田んぼがあってみたいなところですね。そろそろアキアカネがね出てくる頃だと思うんで、ちょっと探してみたいと思います。アキアカネいました。焼きあかねかな。明らかにですね。明らかにです。見えますかね。明らかにはね、ここの色がまず胸の色がまず茶色いのが特徴ですね。で、淡いオレンジの中です。渋いですね。夏茜はね、ここも赤いんですよね。いる時期は一緒なんですけどね。よっしゃ、取れました。探します。モンキチョウいた、モンキチョウいた、モンキチョウいましたね。取れるかな。用水路に来ました。あ、これすごいね。二枚貝やるじゃん。二枚貝があるわ。死んでるけどね。すごいですね。死体ばっかりかな。あ、カエル。あ、終わっちゃった。死体ばっかりか。生きたやつはいないかね。すごい、こんなに死んだ殻があります。アメンボがめちゃくちゃいます。行ってみたらいるんかな。すぐコンクリートだな。上流にいるのかもしれないね。ここが終点というか始点か。この先にも何かあるんかな。なんか蝶々が泳いでるんでね、水を作ってみたいと思いますけど、なんだ。スジエビ。あ、メダカですね。メダカ。カダヤシじゃないよな。うん、メダカですね。土壌。あとはまあ沼エビとか。沼エビ、メダカですね。イナゴがいますね。ゲット。今日はちょっとね、地元の川に来ております。アキアカネも取れたんで、まあ、ちょっと地元に戻ってきて、こっからなんか川でガサガサしながらね、虫を探したいと思います。あそこにね、カメがいますね。赤ミニガメがいます。取れるかな。いいゲット。できね。でかいですね。ミシシッピ赤ミニガメですね。でけえ、これでけえ。暴れております。やめろやめろって言ってますね。まあでかいんでね、この辺に置いときましょう。逃げた。コウイムシいた。コウイムシいましたね。あと土壌。土壌ですかね。土壌がいっぱいいますね。
周りに田んぼが多いんでね、そこで繁殖した土壌たちでしょうかね。アメンボがいますね。こういったなんか水が流れ込んできてます。こっちやばい、泥水が流れ込んでますね。亀が逃げ惑っております。工事でもしてんのかな、これやべえな。川に流れますね。川に流れです。土壌だらけ。土壌とこいつザリガニだな。これ木津波かな。これ木津波ですね。うわー、これはね、塩辛トンボですね。土壌めっちゃおるな。土壌しかいないな、ここ。土壌しかいない。こいつが北ホコカゲロウですね。で、こいつまた別のコカゲロウだな。なんて、薄いロフトヒエコカゲロウ的な、だったような気がする。ですね。まあ、排水とか流れ込んでるとこだから、こんな種類はいないですね。